呼吸の反応過程とミトコンドリアの構造。生物基礎で真核生物において呼吸の場はミトコンドリアであることを学びました。ここでは呼吸の反応に必要な材料と生成する物質をまとめ、それらが細胞内のどこで利用されるのかを学んでいきましょう。呼吸に必要な物質は3つ、グルコースと酸素と水です。そして生成する物質は2つ、二酸化炭素と水です。ミトコンドリアは外膜と内膜とを持ち、それによって細胞内は3つの空間に仕切られています。内膜の内側はマトリックスと言いました。外膜の外側は細胞質基質です。そして内膜と外膜の間は膜間腔と言います。呼吸の基質となるグルコースは細胞質基質でピルビン酸に分解されます。この過程は発酵と同じで解糖系と言います。そしてピルビン酸はマトリックスまで輸送されます。そこで水を加えて二酸化炭素まで分解されます。この過程をクエン酸回路と言います。最後にグルコースを分解して生じた水素は内膜のタンパク質に運ばれ、そこで酸素と結合して水が生じます。この過程を電子伝達系と言います。まとめると、呼吸は解糖系、クエン酸回路、電子伝達系という3つの反応過程に分けることができ、それぞれの反応過程は細胞質基質、ミトコンドリアのマトリックス、ミトコンドリアの内膜で行われます。